します。はい、私が今回食べていくのはズズ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 ンズン、味付きに卵。ちょっとこれ今日のお昼にさ、今日のお昼にやばいねえ、この子本当に、なんで自立してください。ちょっと待ってよ、これで卵落としたら君許さないから、君卵落としたら許さないからね。卵キャン、はあ、いい匂い。では卵乳糖、ブブ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 、唐揚げに見えた。唐揚げじゃなかった。え、待って、めっちゃ美味しい。いつも私買うときさ、卵買うとき半熟、半熟です、いただきます。ヤミー、美味しい。おにゃんごありがとう。なんかさ、コンビニでさ、ご飯買った後にさ、あ、なんかこれ今じゃなかったなみたいなさ、なんか味の感じがさ変わる時あるじゃん。すすきありがとう。それでさ食べずにいたの、やっぱ食べてみたら美味しいね。月見バーガー買ってきたって、月見バーガー私まだ食べてないやん。この前の公演の後に買って食べようかと思ったけど、買いに行く元気がなくてずるずると引き伸ばして今だ。でもいろんなさお店から出とるよね、月見だからめちゃめちゃ悩む、どこの食べるか。吉かなさん、すすきありがとうございます。え、てかさ、スタバの新作めちゃめちゃ美味しいです。スタバの新作ね、なんかね、チョコのやつがね出たんよ。で今日帰りにさテイクアウトしたのよ。めっちゃ美味しかった。甘い。私しかもカスタマイズでエスプレッソショットがね入ってるの、そのチョコの、このやつに。こんばんは。甘いです。でもね、
マジで体に染み渡る甘みが。私絶対なんか今までの自分だったらさ、なんか限定のねチョコ味のやつとか絶対通らない、なんか惹かれない人だったんだけど、今回のスタバのやつめっちゃ惹かれたんですよね。心が惹かれて、そのとてもとても本当ありがとう、音符もありがとう。そうなの、ね、カスタマイズ、私のねおすすめカスタマイズがアイスチョコムースラテ、アイスチョコムースラテのエスプレッソショット抜き、チョコレート追加、チョコレート追加でちょっとお値段が50円ぐらいかかるのかな、にチョコソース。でもねこれ結構甘々の甘だったんで、あのマジで甘いのがちょっと甘すぎるの今やだなって時はどっちか片方にした方がいい。でも疲れてる体に、疲れてる体には超染み渡る甘々。え、どっちかにした方がいい、チョコソースかチョコソースを追加、違うチョコレートを追加。そうなんか本当はエスプレッソが入っとるんじゃけど、私はそれを抜きましたなのでめっちゃ濃厚な、めっちゃ濃厚なアイスチョコ、アイスチョコミルクみたいな感じになります。私のカスタマイズをしたら結構ね、エスプレッソがね入っとるやつは結構コーヒー、なんかチョコっていうよりかコーヒーだったんだけど、私がのカスタマイズしたやつはめっちゃチョコ。ゆきゆきさん、ありがとうございます。そう、濃厚なチョコドリンク、チョコドリンクになります。でもなんかチョコビの味がした、なんか店内がねこの私のやつ作りようときめっちゃチョコビの匂いした。こんばんは、スタバで普通のホットコーヒー飲む人いるんかな。いやめちゃめちゃいると思うよ、めっちゃめちゃいると思うよこんばんは、やってみてください。チョコビ、チョコビの味が、あでもなんかすでにもう一杯飲みたいですな。そのぐらい魅力を感じている。じゃあこの配信は15分になったら終了しますね。15分になったら終了します。日本時間の15分。です。どこの時間に合わせろって言うんですか
ハートありがとうございます。今日は早ねんって、うーん、わかんない、うーん、わかんない。自分の体自分の体がね、寝られるかないよな。本当ありがとう、結婚してありがとうございます。以前欲張ってキャラメルマシマシにしたら甘すぎて、甘すぎるのってさ、甘すぎる通り越したらさ、甘すぎる通り越したらベロ痛くなるんじゃん、怖っ。こんばんは、ワクワクして眠れないんじゃんそうかもこんばんは、そうかも、こんばんは。ハートセンキュー。てか HBG ホールにスーパービーバーさんが今週末来るんですよ。今週末来るんですよね、スーパービーバーさん。私は大阪に飛んでいるので見えないんですけど、ユニバに行く時間ないのかなーって。ないやろないですね。だって明日の公演が、夜公演、明日の公演は公演終わりはもうスライミーになっとると思う、私メローンって。2日連続だからね、2日連続3公演で、え？からの打ち上げ祭？え？んな、うん、めめめめめ、打ち上げ祭どうなるんだろう、大丈夫かな。まあまあまあ、とりあえずまずはツアーのことを考えて。こんばんは、明日は後方からコールしてるね、なっちやんって。叫んでね、お団子ありがとう、そいつきありがとう、メローンって、え、なに、メロメローン。逆にみんなさ、あ、そうだよ、打ち上げ祭りは浴衣です、浴衣だよ。今調べたらユニは金曜は22時までやってるからワンチャン、ワンチャン。でも私年パス勢だけど、年パス勢だけど多分さ、お、金曜日除外日じゃない、年パスとか言って、絶対もう私はもうとろけて寝てます、ベローンって寝てます、ベローンって寝てるので、そんな元気はない絶対にそんな元気はないです。てか次の日に備えなきゃいけないしね。備えねば、体力をチャージしなくちゃ。焼きそばさんハートありがとうございます。ベローンって、
そうだよ、私たちはすぐ打ち上げ祭があるので、すぐ打ち上げ祭があるので、帰ります。打ち上げ浴衣しか情報ないんやけど、何なんかクイズとか、クイズとかカラオケとからしい噂によると、なんか謎にファンの方の方が私たちより情報を持ってるんですよ私も「何やるんやろ?」って言ったらファンの方が教えてくれました。こんばんは、ハートありがとう。逆にさ、みんな行ってきなよ、ユニバ。マジでハロウィンナイト、ハロウィンナイトマジで楽しいよ、ゾンビのやつ、ゾンビのやつ、あれゾンビダンス踊ってき、なーまいなーまーってやつ、ゾゾ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 ゾ、リポディ飲まなきゃ。いやそうなんよな、私明日の朝はちゃんと冷蔵庫に入れてるリポディを飲みなさいっていうのを覚えとって飲むんだぞーって、渡辺ちゃんと飲むんだぞーって、いつも冷蔵庫に入れてるのをね忘れていっちゃうのよ、で出先で買ってる冷蔵庫で入れちゃうのに。しかも私味がさ、リポビタンでライトが好きなの。リポビタンでって何お父さんみたいな言い方しちゃった。リポビタン D、 リポビタンでか、でで合っとるか、 D じゃないか、リポビタンで、リポビタン D、 リポビタンでか、合っとるわ、ごめんお父さん、ごめん、気分高揚してるからワンちゃん、無理よ、だって3万歩歩いちゃうからね、行ったら。私豆太郎、大きな豆太郎ハートありがとう。一人でユニバ行くと、なんかミラーボール来た、ぬぬぬぬ、大阪は何の曲歌うでしょう、怖いから嫌ですって。そんなゾンビに、そんなゾンビに怖がってるなんてね、打ち上げ祭楽しみ、ハートありがとう。そう、ゾンビに追い回される。私日本人形のゾンビめっちゃ見たかったんやけどさ、出会えんかったんよね。でもなんかバレリーナゾンビとかおった、ヴァンパイアがマジですごいオーラ半端ない、ヴァンパイアと白ドレスのゾンビが、ゾンビなのかな。鈴木ありがとう。男一人でユニバはみんなで行くんよチェーンソーを持っとるゾーンがめっちゃ一番怖かった。ミラーボール、ケンジ突然のミラーボール。ゾンビはね、確かね、私が行った時にね、キャストさんがね6時ぐらいになんか放送が切り替わるらしくて、なんか園内の6時頃にか、なんかゾンビ出てきますって言ってた。タイムファイヤーでも、ね、タイムファイヤーさんありがとうございます。でも日によって違うか。お、綺麗なゾンビめっちゃおる、綺麗なゾンビ、綺麗って、なんか怖いっていう感じより綺麗って思うゾンビとかもめちゃめちゃおる。あとね、あとね、あ、でも私が一番なんかね、一番ね、なんかち、なんか人間に近寄ってきてうわーって追っかけてきてうわーって驚かされるのは、ジェラシック
ジュラシックパーク、ジュラシックパークゾーン、あの辺やばい。あの辺ね、マジで追っかけてくる、追っかけてくるし、めっちゃベンチに座っとっても襲いかかってくる、うわーってくるけん、マジで気抜けん。チキン食べよったらチキン狙われたもん、ベンチに座ってギャルゾンビはね、いないかな、いなかったね。逆に日本人形います、出会えんかったけど。クマみたいなゾンビ、あ、ハミクマ、ハミクマ様ですか。ハミクマかわいいよね。なっちゃんゾンビなら追い回されてもいいかも。怖いよ。彼女を置いて逃げ出して振られたいので一旦付き合ってください。振られたいんですか。わわわーさん、じゃチラチラチラン。なっちゃんゾンビは怖いよ。でもなんか普通にさ、うわーとか言ってくるんよ。すごいあれってすごいよねうわっうわっうわっ、どっから声出しとんじゃろあれ。なんか時間になったらね、なんかねダンスみたいなのみんな踊るんじゃけどね、踊り出すんよゾンビが一斉に。すごいみんなダンス、なんかゾンビってねダンス上手なんよなんか総じてゾンビたちダンス上手で、すごーってなった。君たちすごいじゃん。ただ人多すぎ、やっぱ人多いよね。で私たちが行った時なんか意外と平日とかだったからかな、空いてたけど。日によりけりですね、日によりけ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 りにけりって感じ。すすきありがとうございます。あっと、あとさんのあれなんて読むやろ、なんていう曲、ショーショーって曲、え、なんて読むんだろう、唱えるみたいな感じだよね。合唱のショー、ショーな、コバさんありがとう、誕生日おめでとうお誕生日おめでとうございますハッピーバースデーというわけで15分になるので誕生日見ます。13位 N さんありがとうございます。12位レブンさんありがとうございます。11位リチャさんありがとうございます。10位シゲさんありがとうございます。9位アキヨシさんありがとうございます。8位タツヤさんありがとうございます。7位タイムファイヤーさんありがとうございます。6位月影さんありがとうございます。5位山の山さんありがとうございます。4位ゆうのさんありがとうございます。ゆうのくんありがとう。3位ちとくさんありがとうございます。2位けんじありがとう。そして第1位天下海さんありがとうございます。みなさん明日は大阪楽しもうね。会場に来るよってって人気をつけてきてね。県外から来るよって人は明日明後日しあさって楽しんでこうよ、楽しんでこうよ。明日明後日しあさって、では今日
今日も一日ありがとうございました。配信最後のあっち向いてほいいきますよ、せーの、あっち向いてほい、うえー、今日も一日ありがとうございました。明日ね、そうやね、朝か昼ってほどではないけど朝配信ちょっとしとくかも。では今日も一日ありがとうございます。おや、何これ、キャンドル、キャンドルありがとう、楽しもうね。